第2位、長谷川千佳子、第6番の渡辺富美、京都のノリス明美、第1試合、秋町20分一本勝負、日本メキシコ、ウトムサローラタック下田美和、シンティアモレノ対ジャックジャック、アニア日和、伊藤ハオル、第3試合、秋町30分一本勝負、ベテラン展開、オッサー・リミコ、宮城鈴鹿対実力派アメリカチーム、ケリー・パワー、ケリー・マレッコ、第4試合、今大会のメガマッカード、似てます、乗せます、ジャパングランプリーライティング、フルート公式戦、30分一本勝負、完全連勝の全日本人加藤、吉田麻衣の対、フェイスタイム2号が井上京子。第5試合、本日のセミファイナル、6人タイムマッチ、30分一本勝負。新世代トリオ、充実の世界卓球3号、山田敏夫、オーロラプリンセス、井上貴子、マルシャラが新党、長谷川早紀江、対するのは、世界の2番号、ブルー・サカノ、ラスカショラスを入れ替えず、大久保明、リカ・ゲスト。第6試合、本日のファイナリスト、優勝を飾る大石は、ジャパングランプリーナイキング、レッドゾーン公式戦30分日本勝負、ゲームをかける黄金の強い、トヨタ・バナミ、対するのは、時代を超える世界の怪物、アジャ・ポーク。今まで見たことないような試合をお見せしますので、ビデオになったら何回も繰り返してみてください。頑張ります。今日自分はいい試合をするために朝すき焼き丼を食べてきました。これも卵入りです。今日行けばよかったな、どうしたなっていうような試合を手伝いしますので、皆さん一緒に楽しみましょう。以上で検証セレモニーを終了いたします。最終会場、第1試合、タッグマッチ20分1分勝負を行います。青コーナー、全日本ジュニアチャンピオン210パウンドノリス明美、同じくコント160パウンド渡辺沼田さゆみです。今日は先輩相手に思いっきりのいい試合をしたいと思います。お願いします。長谷川千佳子です。今日は同期のトリスもいるんで、絶対負けないように頑張りたいと思います。渡辺智子です。今日の相手は敵になるような相手じゃないんで、絶対に勝ちたいと思います。トリス明美です。今日も一生懸命自分なりに頑張りたいと思います。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、ジャパングランプリ92爆風ホットポイント 7.5 後楽園ホール大会の模様をお伝えしてまいりたいと思います。進行役の斉藤文彦です。獅子倉清則です。それから、今回のゲストは、この人おしゃべりマシンです。あ、井上京子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、すでに第1試合1本目って言った方がいいですね、始まってます。渡辺智子、トリス明美組対沼田さゆみ、長谷川千佳子の一戦をお送りいたします。
しかし今回のゲストは非常に楽しくなりそうですね。緊張しますね。我々も楽しくなりそうですね、はい、ということで、とりあえず1本目が始まっておりますが、渡辺取りすぐみたい沼田長谷川組、これはもう、まあ、新人コンビって言っていいですよね。そうですね、はい、なんか近子とかが後楽園で試合やってるっていうのがなんか不思議に見えますか。そうです、まだ、自分たちまだこの時試合入れて組んでもらえなかった、はい、おそらく怪我人が多かったとかそういうことじゃないですか。なんか先輩方がいっぱいいたんで、まだ自分たち、はい、まだ試合もしょっぱかったし、ああなるほどね、はい、出してもらえない、はい、やっぱりあれでしょ、あの地方、普通パターンとしては地方をぐるっと回ってきてから後楽園に戻ってくるっていう形でしょ。あ、はい、もう疲れ切った時にみたいな。ああそうですよね、はい、でも東京の晴れ舞台だから、あの重要な試合多いし、はいはい、そうですね、だからもう本当幸せだと思いますよ、この後楽園でね、はい、もう試合ができるっていうこと自体が。そうですね、はい、ただ沼田長谷川近子組となると、はい、リーダーと呼べるのはどっちもどっちって感じでしょう。でもまあ一応沼田がね、一つ先輩っていうか、ね、はいはい、渡辺智子、トリス明美の方は宍川さんね、割とトリス明美っていうのはキャリアの終わりに経験積んでる感じがするんですよね。まあ印象としては、ね、印象としては格闘技戦から入ってきてますから。この長谷川は後楽園まだ2回か3回目ぐらいじゃないですか。あ、そんなに出てる方ですか、それでも。いや、そのくらいじゃないですか。ああ、まあどうですか、井上京子から見て。そうね、まだ全然まだ体が、うん、できてないなっていうのが、まだそんなこと言ったらまだ恥ずかしいんですけど、なんか自分たちのね仲間がこういうふうに体ができてないとか恥ずかしいんですけど、ここに出てくる選手だからもうちょっと体作りしてほしいなみたいな。あ、なるほど。今のこのドロップキック一つにしてもまだまだ本当に相手倒してやるぞみたいなドロップキックじゃないじゃないですか。あ、全然。あ、なるほど。もう本当この後楽園ね出れてね、もうすごい嬉しいっていうのと、あともう相手をね倒してやるんだみたいな、そういうなんか意気込みがあんまり伝わってこないから、試合があんまり 見えてないっつが、だからそういう試合好きじゃないから。あー、なるほど。沼田なんかねもっとね地方でいい試合とかするんですよ。あ、するんですか。元気いっぱいの、あ、もう割と声は出すことのできる選手でしょ、うん、技がなくてもね、自分たちも技なくても本当もう一生懸命、もう一生懸命やるだけでお客さん伝わるじゃないですか、はい、だからもう技なんかもうこのエルボね一発でもね、思いっきりやってほしいなみたいな。なるほど、はい、あのこのタックルかエルボーかわかんないんですけど、トリスのこの手の動きが結構このなんか話題になってるんですよね。あの手は何なんだろうって。でもその手首がちょっと死んでるから好きじゃない。あ、手は、うん、あの当たるところはあれなんだけど、手首が死んでるじゃないですか、ダランって力が。ダランって、あー、なるほど、うん、普段は力、細かいポイントですね。普段は力抜けてても当たる時だけ力入れないと。あー、なるほど、はい、だからあんまり体重はあるけどダメージが与えられないみたいな。まだないっていう。この中入ると渡辺智子もかなり落ち着いて見えますよね。落ち着いてって言っちゃ悪いですけれども、やっぱり自分の形ができつつあるの。まだ早いな、カセラちゃん。しかし本当ははっきり言って、あの長谷川近子あたりはまだここに入れない、入れないというか出られないですよね、うん、出るのはおかしいっていう か、そういう面では意外と層が今薄いのかもしれないですね。あの、中堅から上はごっそりいるんですけど、うん、チャンスじゃないですかみんな、下っていうか新人がちょっと今少ない。一時暑い暑いと言われてきたんですけど、意外とここに来てちょっと、うん、下の方が薄いという気もしますね、うん、ちょっとね。あ、それ嫌ですね、うん、全日本を見に来たお客さんにね、やっぱり第一試合からいいなって思わせないとね、ダメですからね。うん、そう、若手同士のすごい試合というのが、本当技なんかなくてもいいんですよ。おっと、ああ、すかされた。これね、オリジナル技ですから。一応極元のね、後輩だからね。ああ、なるほど。ダメ、よっしゃー、さあ、ジャストミート、決めろ、決めろ。さあ、それは素晴らしいと思う。自分の形になってるもんね、もうね。できましたね、これもう。一発投げた後のこの鍋のアピールがまたいいですよね。うん、この中入ると本当さすがにプロレスが形になってるって感じがしますね。はい、いけ、この後がいまいち決めがないのかな。決めが、あー、なるほどね。あのドロップキックの打点があんまり高くないんですんで。そうですね、そういうところまでね細かく、うん、なんとなく、うん、おっと、これは、うん、いい感じ、島津かな。おし、決まった。
新しい、これ初めてじゃないかな、この技出した。この技で、なんて言ったらいいのかな。なんだろう、なんでしょう、流れ式の日本強い。日本強い。うん、かんない、ま、そうとしか言わないですね。いまいちまだ体重が乗ってないですけど、これ使っていけば。でも自分もいっちゃってるしね、うん、体預けてますね、うん、これ十分フィニッシュになりますよね。あ、将来には、はい、なるほど。もっとこの技に磨きをかけて。はい、第2試合、勝ち町技術部一等賞を行います。青コーナー、チャンネル卓球150ポイント伊藤下田美馬です。今日はあの神谷選手と伊藤選手と当たるんですけれど、あのペアのシンティア選手とは、メキシコでずっと一緒に組んでやってきたんで、コンビネーションとかも見せたいと思います。頑張ります。Hola amigos, me llamo Cintia. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Pues hoy tengo a una, a una muy buena pareja y yo creo que vamos a dar muy buen espectáculo. Hoy es el 2 本目, Cintia Moreno, Shimoda Mimaguri 対 Kamiya Miyori, Ito Kaoru 組の一戦です。これ Shimoda Cintia 組っていうのは、まあ、一応下田がメキシコ遠征を経験したことで、まあ、そういうチームとしての必然性はあるわけですね。なるほど。対して伊藤神谷組はいわゆるジャングルジャックと、それは割とこの2人が組んでるペアでは、正式にはねペアではないんですけれども、割とこの2人がコンビ組んでるって多いでしょ。そうですね、うん、してはあ、なんか今神経が動けるようになったですよね、神経もね。そうですね、うん、前に比べれば随分、はい、体型的にはこの2人一番お互いにやりやすいでしょうね。あ、ちょうどちっちゃいもん同士、でも伊藤だって本当はそんなには小さくないはずなんだけど。あ、でも伊藤はすごい自力があるんですよ。自力、ね、足腰が本当に強いから体はもうできてるというか壊れないんですよね。あ、なるほど、うん、基礎ができてますよ。そうですね、うん、まあもうちょっとどっか悪の強さが出てきたらもっと面白いっていうやつですね。何でもでも器用にできちゃうから、うん、あ、できすぎもダメ、はい、やっぱり何でも器用にこなす人って帰ってダメですか。どうでしょうね、どう、いや、見る人によってですけど、まあ、でも器用にできて損はないと思いますけどね。そりゃそうですよね。なんかかわいそうだな、ちっちゃいから。ちっちゃいですね、本当にね。あの、あんまり最初の頃似てないと思ったら、よく見ると目のあたりとかエステルにも顔が似てるんですよね、割とね。まあ当然でしょうね。あんまり似てない兄弟かと思ったら、よく見ると目の周りとか笑った時とかやや似てるなというような。似てないと怖いですけどね。今のうまいというのは、あの神谷ですか。はい、今の投げはね、はい、あ、出ましたね。これ2発ぐらい必ずやるというね、はい、女子プロって必ず2発続けてやるんですよね、技。知ってました。そうですね、2つきますね。男子ではあんまり見られないっていうか、うん、そう、必ず2発続けて同じ技で。それもなんか伝統なんでしょうね、うん、やっぱ一発じゃ印象が弱い。井上結構やんないでしょ、2つは。どうなんでしょう、あんまりやらないような気もするな。だってあの背面飛びみたいに2回やってありえないでしょ。そうですね、ね、エルボーペンポンっていうの2回もありえないし。うん、そうかもしれない。一発で与えるインパクトが弱いというあれなんですか。男と比べてその倍やんなきゃいけないと。どうせんと、フットスター。これは面白い。出ましたね、フットスター。これが結構効くんですよ。効く、効きますね。やっぱり胃袋ね、うん、効きますよ。体重なくても、もう体重乗せ方だんだん覚えてきたんじゃないですかね。あ、なんだこれ、十字固め。うん、本当はね、十字固めだったんじゃないかな、うん、でも、めげずにやっぱエビに持ってくところはね、うん、やっぱりその方が、はい、躊躇しちゃダメでしょ、はい、そこで。おっと、ネックブリーカー。こういうの2発やるってことね、多分。そうですね、もう、うん、もう一発が、ね、もう構えてるもんね。やりますね。よし、絶対やると思う。やりますね。そしてコーナーからでしょう。ああ、そうかそうかそうか、やれるか、コーナーから。これか、あのなんか腕がなんか変なんですよね。そうか、なんかあの下田美馬の場合は
今よりも一つ前の前女スタイルっていうの受け継いでる感じがする。そうですか、お上手そういうのは。なんとなく舘野さんであるとか、あの、うん、ああいうプロレスかなって気がしますね。本当ちゃんが攻め込まれていますね、これ。え、何ちゃん、伊藤ちゃん、あ、伊藤ちゃん伊藤ちゃん、あ、ごめんなさい伊藤選手伊藤選手結構もらっちゃってますね。返せ。よし、ここで終わっちゃったら面白くないから返してくれ。そうですねしかしいつも言いますけど、はい、この試合の見どころは伊藤選手のダブルフットスタンプしかありませんと私は思ってるんですけど、あれは恐ろしいですよ、でもあのコーナーから飛ぶ、なんかもうあれをそのうち怪我人が出るんじゃないかと思ってちょっとヒヤヒヤしてます。あれを期待したいですね、あれ体が柔らかい人だと滑っちゃうみたいで、あお腹の上で、もう自分なんかお腹ブヨブヨしてますか、なんかなんかなんでしょうね、お餅のようにめっちゃになっちゃうんですよ。おっとかわして、おお、ダブルで、うん、綺麗だったけど、もっとスピードがあればもっと良かったと思います。カス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 、よし、うん、あれは綺麗な方ですよね、綺麗な方っていうか綺麗な技ですよね、割と、うん、あ、これは、あ、素晴らしい、なかなか、これは素晴らしい、珍しく綺麗に決まりました、珍しく綺麗に決まった、そう言っちゃ失礼かもしれないけどね。お、裏からな、あ、綺麗ですよね、足を服するの忘れなかったしね、回転技っていうのをみんなやるから決まらないでしょ、なかなか、ボン、おっと、あ、このままいけそう、痛そう本当にヒップアタックのバリエーションが増えた。ああ、そうですね、うん、どんなとこからでも、うん、あれは偉いですよ、うん、こだわりがあるんでしょうね、やっぱり、うん、これが1テンポ薄いんだよ、マジで。先頭先頭と、おー、コーナーからうーっと入った、入った、ダメだ、カット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 、シンティアに出ると思わなかったですね。でもシンティアにまで決めるとは、これが出たらおしまいっていう技を身につけたっていうのは伊藤は怖いですよ、これから。いいです ね、もう伊藤もっと抜擢してほしいんですけど、これ私の希望です。なるほど、京子選手から、うん、はい、面白かったですね、良かったです。そのうちブル対伊藤のシングルとかそういうの見たいんですけどいや本当にこれは本当に、いや、そういう抜擢していける選手じゃないかなと思ってるんですよね。体壊れないですからね、何やっても。第3試合、タッグマッチ30分1分勝負を行います。赤コーナー、アメリカチーム185パウンドケニーパワー、同じく160パウンドケニーHi, I'm Terry Power. About today's match, I'm teamed up here with Debbie Malenko. Up till now, Debbie has been a competitor in the ring for me, and what I found out is she's a very experienced competitor, so I feel very privileged to have her on the same team and to be a part of a team with her. Hota and Minami, very, very experienced competitors, I think combined with Debbie's submission holds, the power, the agility that we both possess, we're an unbeatable combination. Like Terry said, we've been nothing but competitors until now. Today we're teamed up for the first time. I think we'll do quite well with our combined different techniques and different styles. I'm looking forward to today's match. Hopefully in the future we'll be able to team up more. And I think that today we'll definitely come out victorious. Minami Suzuka です。ホッタとメキシコ遠征が決まって、今日の試合相手はメキシコ人じゃなくてアメリカ人なんですけれども、試運転のつもりでガンガン頑張りたいと思います。
堀田恵美子です。今日の相手はデビー・マレンコとテリー・パワーなんですが、私と南の方がペアっていうかタッグを組んで長いので今日は楽勝です。それでメキシコ遠征も決まったことなのでガンガン頑張りたいと思います。さあ本日の第3試合タッグマッチ、なかなか興味深いカードって言っていいんじゃないですか。そうですね、外人同士の、2人初めてタッグを組むと。そうですね。ということで、しかも相手がこれいかにも前女スタイルの2人でしょ。というかタッグを組んで長年やってきた2人ですから、はい、井上京子選手、はい、ああもう見たかったですよ、このテリーとデビーのタッグが。そうですね、はい、おテリーって何でもやっちゃうんですよね。そうですね、体でかい割にドロップキックはその場飛びでしょ、あれが割と珍しいと思う。助走つけたやつじゃなくて、はい、両足で飛ぶのね、はい、ちゃんと。これ外人組にとってはすごくいい勉強っていうか勉強できる相手なのかなって気がするんですよね。そうですね、これから前場で、ね、特にテリーパワー長くやっていくにおいて、今デビュー出てるんですけど、テリーの話になって悪いんですけど、本当すごいと思うんですよ、テリー。体だけで見せれるレスラーって本当今あまりいないと思うので。それは少ないですよね、はい、だから自分たちよりすごいもっともっと奥が深いんだなっていうふうに。それがボディビルダーだからかなり真面目に何年もトレーニングしてきて、体になったわけでしょ。すごいですよね。さすがにプロレスのキャリアは浅いんで、まだまだプロレスに関しては習うことばっかりですけど。でもだって普通の時も気をつけてるわけでしょ、いろいろ食事とかも。ご飯とか飲むもの。そうですよね、それだけでもう本当になんか頭下がるなっていう。ボディビルダーってもう神経質なぐらいでね、食事のこととか、さんのデンジャラスキックがもう怖いんですよね。どこから来るか分からない。おそらく外国人選手にとってキックほど嫌なもんないんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。そうそう、ずっしり来る、なんていうのかな、また山田さんも速くてあれなんですけど、堀田さんのはもうずっしり来るんですよ。重いですよね。重いんですよ、一発一発が。でロープ際で人が倒れているところで中腰になってるのに、やだやだ、怖い、もう恐ろしいです。そんなの、そういうのロープ際で、中腰になってる時にやたら蹴ってくるでしょ。あれがもう前は不正だと思ったら後頭部くるし、もう一発も食らったらどうしようっていうのが、いつもあれ怖いです、見てて。はい、デビーが選んじゃったんですね。それにしてもこの外国人タッグチームになるとデビーが引っ張る役ですよね、とりあえず今の時点では。そうでしょうね、多少なりとも経験は長いですから日本マットで。デビーが出番が多くて、テリーにうまくつなごうかというところですね。鈴木さんがテリーを。腕が太いのね、やっぱりボディービルの人って。やっぱ違いますよ、背中がでかいっていうか。背中から見るとほとんど男でかいですね。ダグファーナスのような感じですから。これは鈴木さんでもダメだ、ダメかもしれない。このうなり声が怖いですね。よくうなってませんか、うわーとか言って。でも南もすごいんでしょ、そういうパワーっていうか腕っぷしの強さでは。そうです、あまり見えないけど。はいはいはい。でもやっぱりテリーにはちょっと見たいですよね。うん、みんなにかかるですもんね。そう、技の数がまだ少ない分ね、知ってるものをやっぱ出すしかないっていう段階でしょ。はい、あすごい、これは長い。またやっぱり今のブレンバスターなんか見てると男のプロレスレスリングスクールで習ってきたって感じでしょ。そうですね、またあれ長く上げられちゃうといつ落とされるか分かんないから受け身のタイミングが、あかえって、はい、そういうもんですかね、はい、あとまだ受け身が手にまだね、はい、いまいちって感じがしますね。もう受け身さを覚えちゃえばもう怖いもんなしじゃないですかね、手の場合。あとレスリングはやっぱりタイミングでしょ。あうわあ、デンジャラスキック。こういうやつね。ひでえ。これはたまんないよ。デンジャラスキック。うん。そうで、ちょっと油断すると。ああ。これうまくかわしたのかな。うん。尻餅ついたって感じだもんね。だ、ああいうところの判断力はまだグリーンなんじゃないの？でも、何歳でしたっけ、テリーって。27ですよね、それでもその年齢ちょっとね、
それでよく来たと思うよね。本当すごいですよ。初めからもう今から始めようっつうんですかね。だから そういう人ってあんまりいないじゃないですか。そう、それはね。とそういうなんか研究熱心なところに頭が下がるっていうか。で、遠征してくるんじゃなくて住み着いて覚えようっつうんでしょ。あ、自分メキシコ行ったんですけど、メキシコ行った時本当にこんな見知らぬ国に置いていかれて本当に嫌だなと思ったんですよ。試合はさせられるし、移動はするし、それを自らこうやって来ちゃうっていうのね。うん、その心意気っていうのはね、本当すごいですよ、うん、それはそう思います。みんなそういう面で日本人が遠征して、あ、こういう外人の留学生とか大変、そう、うん、大変さを知るってことは分かったか、うん、大きいんじゃないですかね、うん、そう、デビーが来た時も20歳ぐらいで来たでしょう。あ、そっか、そうですね、うん、だからあれなんかだってやっぱり高校出てすぐ来たようなもんでしょ、うん、あれ考えると、あ、留学生だなって気がして、うん、おお、これなんかがもうちょっとうまくできるようになると、ね、大見せ場になると思うんですよね、うん、あと出すタイミングっていうタイミングですね、タイミングが、うん、テリーパーと組むとデビーがすごく幼く見えますね。ガキっぽく見えるのね、あっとカットカットカット、あ、危ない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 、やっぱり一歩ちょっとこれ切れたタイミングが、これほったらタイミングが、となんだ、ジャックナイフ、あ、あいや、堀田さんから取ったか、これ結構大きいじゃないですか、この勝利は。デビーがね、堀田選手を抑え込めるっていうのは、これはもうデビーを褒めるしかないですよ ね、 そうですね、最後の攻防も裏をかき合って、あの回転技に持ってったってことで、うん、かなりすごいな、あ、びっくりした、この中入るとちょっといやいや試合巧者かなっていうね、テリーを引っ張っちゃったデビーだったって気がしますね、今日は。これ外人コンビ楽しみですね、なかなか面白くなると思います。Debbie here. She is a number one. You know, it's amazing to go out there and to be in a match and to be competing, but to have a teacher like this and to be teaching me, she's incredible. I draw a lot from her energy. I hope she doesn't mind. She's a veteran here in Japan, very skilled wrestler. Thank you, Deb, for being my partner. Your technique is incredible. You've taught me a lot. Thank you. You don't know how exciting it is to win a match from two people like Minami and Hulda. Incredible. It is, surprise like no other. Terry, man, she was great out there today. She was right there every time I was down. Tagged out to her, she went in there, did great. Couldn't ask for, you know, a better partner today. You know, our styles just clicked great. And Minami, Hulda, they're two great wrestlers. Tough, you know, competitors. They're two of the best, but today it's just, you know, Lady Luck was in our corner, so it's a hell of a veteran here. このシューズはこのデザインで2足目なんですけど、初めてレッスルマリンピアードでトヨタとお揃いで作ったんですけど、すごい気に入ってるんで。もう一足作りました。はい、このレガースは私が新人の頃から使ってるんですけど、これはもう3回か4回ぐらい変わってるんですけど、蹴りっていうか空手をやってて蹴りを使ってて、打撃がないって言ったらおかしいんですけど、あまり与えないようにこのレガースをはめるようになったんですが、これはずっとこれからもはめていきたいと思います。このユニコーンのシューズなんですけれども、本当は3足ありまして、2足とも北斗が持ってるんですけれども、色違いで自分が1足持ってるものです。マリンウルフとして入ったものなんで、これは2足目なんですけれども、また新しいやつを今作ってますので、できたら皆さんに見せたいと思います。このシューズは自分がひらひらのこういう水着にしてから、宇野さんと中野さんに作っていただいたシューズなんですけど、皆さんにはなんかゾウリムシとかいろいろ言われてるんですけど、結構派手なんでね、自分は気に入ってるシューズです。このシューズはすごい気に入ってるシューズなんですけど、こ
ここのカットがなんか変わってるんで、すごい気に入ってます。色も好きだし、あと名前も入っているところが気に入ってます。このシューズは前は舘野紀夫さんにもらったお下がりの靴を履いてたんですけど、自分で作ったのはこれが初めてで、別に意味はないんですけど、ハートが好きなのでこれにしてみました。じゃん。このプロテクターはいくつか種類を持っているんですけども、中でもこのプロテクターが一番気に入ってまして、ショートタイツの時にこれを使用しています。これからも水着の色によっていろいろ色を変えていきたいと思います。私は、メキシコ遠征から帰ってきて、ルーダーとしてこれからやっていくことになりました。カラーも、イメチェンして、青から赤に変えました。それがこのシューズです。最近作ったんです。シューズから、水着から全部北斗選手がデザインしてくれました。このプロテクターよく見てみろ。これはなチトアブセの結晶なんだよ。キックを使うのは山田とか堀田だけじゃないんだよ。あいつらよりもなキックの腕ならな、私の方が数段上なんだよ。く覚えとけ。今日はマリちゃんとの試合ですけども、ジャパングランプリの星争いには関係なく、と自分たちにしかできない明るく面白くハラハラドキドキしたそんな試合を見せたいと思います。よし、今日もやるぞ。吉田麻里子です。と今日の対戦相手の井上京子はお客さんの声援ですごいいつも乗って試合をやっているので、私もその井上京子のノリに負けないように今日は乗って楽しく試合をやりたいと思います。なるほど。吉田麻里子選手の、ね、かなり面白いコメントがあって、あんまりマイクが似合わないところがいいですけれども注目の一戦、ジャパングランプリ吉田麻里子対井上京子の一戦、どうでしょう。これは注目の一番ですね。ジャパングランプリならではの対決というか、吉田麻里子が結構気負ってる部分があるのかなって気もするし、あ、これよく、ここは何なんですか。だって私のコールがないんだもん。コールがないから帰ってやるねってやつですか。そんな寂しいじゃん。ありがとうみんな。これでコールこの後どうしたんですかね。全部やる気なくして帰っちゃってたよ私。単純に気を取り直してまた戻ってくるところがいいでしょう。その単純さがいいですね。このルチャーならではの風景っていうのはこれは初めてですね、女子プロでは。そうですね。お、しつこい女だな。そうはいくかってやつね、今なんか。この間がいい。あ、やっぱり一回こうやって間を置いてくるとおーって思いますよね。自分のせいだからあんまり何も言えないもん。いや、いいんですよ、言ったって。ちっちゃくなっちゃう。いつになく吉田麻里子選手も丁寧にね、やってきてるね。あ、この丁寧っていうのは意外とこのカードの大切な、そう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 、随分、っていうかいつも雑だとかそういう意味じゃなくて、一個一個確かめながら投げるにしても何にしても、要は相手あってのプロレスという点でね、それは丁寧ですよね。自分本当技が雑なんで、いやそんなことないですよ、もうちょっと落ち着いてやればいいなって思う時がいっぱいあるんですよ。
かい女だな。いやいいんですよそれで。お、あの万歳がいいですね、まるちゃんの。あれね、弱いしょっていうのがつくんですよ。弱いしょ、弱いしょ、弱いしょっつって、はい、皆さん今度吉田の時弱いしょって一緒に言ってください。弱いしょじゃないですね、弱いしょ、弱いしょ、おお、ここここやっぱりね、あやってくれますよね。ちょっと吉田よりちょっとすばしっこいとこ見せとこうかな。ああなるほど。じゃあ次は何やろうかなってとこかな。いやでもこの時そんな余裕なかったですよ。ない。よし、今日はやろうでしたね。あ、同じこと。下につもモンキーばっかりやられたよね。あ、なるほどね。どうやって返したよ。これそう。あ、これなんかすごかった。ロープの上立つのは得意ですね。でもあれもう本当に初めずるずる落ちてたんですよ。いつも あの今だったらもうポンポンって言っちゃうけど、うん、本当あの何でもなんか気温できるねとか言われるんですけど、本当は本当に練習してんですよこれ。毎日あざ作ってる。いいことですよねそれね。うん、毎日落ちてましたもん。行くぞとどめだとか言ってずるっとか言って。トトンとか言って。うん、そう、またいつも心配になるの、前女のキャンバスがちょっとツルツルめですよね、はいはいはい、で最後のメインイベントの頃になるとみんなが汗かいた後だから、はいはいはい、ツルンツルンでね、もう吉田が汗かきなんで大変ですよ、汗もう散らしてもうリングの上スケート場みたいになっちゃってるんですから。あ、びちょびちょ、はい、あでも本当の話怖いですよ ね、 怖いですね、あの走り回る時なんか、はい、あとロープが濡れてたら最低じゃないですか。それもあるんですよね、うん。しかしこの対決なんかいつどんなシーンが出るか分かんないんでつい見入っちゃいますね。そうなんかなんかとんでもないシーンが出そうな気がするから。お、あ、肩組んでいい、あいいバランス、あれここまでやるかって感じですね。あールチャーをしてくれましたね。あーでもお客さんが分かってくれてるから嬉しいな。なんかあーなるほど、うん、分かってもらえなかったら今何だったってで終わっちゃうでしょ、うん、ちょっとコラケンでしかできないって感じはしますけど、うん、コラケンだからできるみたいな、うん、割と確かめながらあれですね、じっくり、割と試合そのものはじっくりめですね。ちょうどそういう試合が、あ、好きなんですか。好きなんですよ。それとフォローさせてもらえれば、結局井上京子のっていうの本領っていうかね、はあの自分も楽しんでお客さんも楽しんでもらうと、これは理想だと思うんですよね、はい、だからそういう点でそういう試合がこれには期待できるんじゃないかという目で見てるんですけど、だってあれですよね、はい、プロレスラーにとって基本的にはリングに上がることは快感なんですもんね。そうですね、うん、でいい試合自分満足できて見てる人満足できれば言うことなし、まあ、言うことなしと、はい、やっぱ自分楽しみながらやってたらお客さんもきっと楽しいですよね。多分だ自分がつまんなかったら見てる人ももっとつまんないと思うよ、はい、分かっちゃうもんね。そうですね、だすごくそういう面で楽しませてくれる試合なんだなという期待がこれでありますよね、期待通りに行くかどうかだから6人タッグとか大嫌いなんですよ。あ、ダメダメ、もうバタバタしちゃって世話しないだけという世話しないっていうか、で誰かがホール取っちゃったら終わりじゃないですか、うん、もう結局、うん、自分出さないまま終わっちゃう人もいるし、うん、いいとこ3回か4回ってね出るのが、あそれが本当にもう、あやっぱりシングルマッチっていうのは特別ですね。そうなるとね、そうですね、この、はい、いつも聞こうと思ったんですけど、このロメロスペシャルの入り方、はい、みんな他のレスラーもやりますけど、はい、足の入り方がちょっと違うんですけど、これは初めに自分が誰かにかけられたことあるんですよ。こうやって、はい、ああみんなね足のね置き方が違うもんね。違いますね。で、普通のロメロより効くんで足もフックされてるんで、あなるほど、普通のロメロは腰が痛いだけど何でしたっけ、この太ももの上なんとか筋っていうのなんだっけ、ここも効くんですよ。あなるほど、大腿筋っていうの、そう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 、
そこも伸びちゃうから腰も痛いし、あ、なるほど、全部伸びちゃって痛い。まあ相手が高く上がらないから見栄えは良くないけども、うん、効果があると、はい、うん、相手痛めつけるのには結構、うん、今やっぱりね一度腰やられてるから、うん、吉田も今一瞬腰かばいましたよね。もっと本当はじっくり攻めていきたいんですけどね。かわした、うん、かわしたけど、フォームとしてはかなり側転エルボー綺麗な方でしたよ今日は。綺麗な方って言ったら失礼かもしれない。あれレフェリーが入っちゃった。おい、惜しい。これはいいよ、やってしまいました。フォールしてどうするんですか一体。退場ですかこれ、ひょっとして。フォールされたんで見ながら手挙げちゃう。吉田真理子も吉田真理子でした。一応村山さん大丈夫ですかっていうところがさすがです。村山レフェリー負けたんだからもう出なきゃダメですね。今のはおかしかった本当に。レフェリーコールが。レフェリーいいな。人気出ちゃうかもしれないですね。そうです。よし。でまたちゃんと試合戻るわけですね。吉田があの表情一つ変えるとぼけた顔でやるからこれがいいんですよね、またね。これちょっとね変わった落とし方ですね。え、行くか。あ、あれ、いなくなっちゃった。あ、そう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 、吉田が上手かったのよ、これが。逃げろ井上京、よし。あ、追かけてますね。どこまで逃げたの。あれ、あれ見えないじゃない。あれ、階段を、あ、客席の中をずっと。これは鬼ごっこですか。ってどこまでも追っかけてくる。あ、よし、 あそこで背面アタックやるんですよ。一応技も出ちゃうからね、あの仕切りのところに乗っかって背面アタックやったんですね。どこまでも追っかけてくるから吉田も。しかしあの仕切りから背面アタックやった人たち初めてじゃないですかね。この辺ででも運動場にしたんだからいいんじゃないですかこの辺は。さすがにあれ誰も写真撮ってないらしいですよ。あんなところで技出すと思わないから。あれどこでも練習できちゃうんですよ。あのね、工事現場のやつ黄色いのとか置いてるじゃないですか。あれとかにね乗っかったりしてね、いつも練習してるんです。で時々ねあれ倒れちゃった時が。工事現場の、うん、まあ、皆さんも多分あちこち飛び乗ってる井上京子の姿を見るんじゃないかなとどっかで思いますけど。思いっきり落ちた時あって、まあ、気をつけてください。なんかかと思えばこういうシーンがあると、シングルマッチが何度も始まっては終わりって感じがする。試合時間10分経過、10分経過。なるほど。マルちゃんのドロップキックは下からね、突き上げる、下から突き上げる感じですね。突き上げるんですよね、だからやっぱり足が短い人のドロップキックって感じじゃないですか。やばい、そこに行きますか。うん、なんかとってもだサポーターしない方がいいと思う、あの選手は。うん、両膝にサポーターつけたらさらに足が短く見えるような、うん、あ、ね、左に立つみたいなもんですね。そうですね。もう足短いですからね。うん、だから短い人されてますよね。ああ、なるほど。そういうの本当に。お、三角跳び。これはもう本当に吉田選手が自信を持ってる攻撃ね。あれまた外に行ったり中に行ったりするのがあるんだね、うん、あれでキックとかもあるんですよ。あのミサイルキック、うん、そうそうそう、まだちょっとそれは未完成みたいですけど、うんうん、ミサイルキック、はい、そうそうそう、ありますあります。え、外に、あ、うん、あ、戻ってきて、はい、あ、3つあるんですよ、要するにボディアタックもあれば、ボディアタックの外と中とでミサイルキックと、まあ、中へのミサイルキックと。なるほど、なるほど。外へのミサイルキックはちょっと厳しいと思うんですけど。いや、怪我します、あの吉田あのじゃなくて、あの京子選手がね、いつも履いてるシューズ、はい、もう短い方ですよね、はい、これは特別な理由っていうのは、ふくらはぎが締め付けられちゃうと。返せ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 、よし。締め付けられちゃうと、うん、長いのはダメなんだ、やっぱり。もうダメなんですよ。ああ、返せ返せ、
よっしゃ。吉田の顔がいいですよね。おおーという声、あの顔がいいですよね。あれは忘れないでほしいな、いつも。いいですよ、あれを見たら応援せずに終われない。いい形ですよ、あれは。これが、よし。あ、結構危ない。どけ、やめて、もうやめて。これ食らってたらまずかったですよね。ちょっとは焦って出しすぎたなって感じね。これ食らってたらちょっと危なかった。この前の DDT が結構効いたんですよ。ああ、なるほど。いくよ、お願いします。うん、でももう飛ぶ飛距離は体で覚えてるって感じですか。うん、そうですね。相手をここでボディスラムで落としておいて、はい、あとは飛び、もう見ないでも飛ぶって感じ。はい。マリちゃんもね、あれは。カイ、カイさん何やってんだ。おお、おお、たまたま危ない。回転技は要注意ですね。そうですね。お、あ、これはすごいわ。すごい。はもう読んでますよ。読んでた。これは読んでる。もう大体読みますもん、マリちゃん次何来るかって。もろ直撃しましたもん。なるほどね。でも飛んでる時ドロップキック食らうと筋肉食らっちゃうって感じでしょ。あ、トヨタ学びみたいなことしますね。返せよ返せよ。でも同じトヨタ学び的なあの回転エビでもね、うまさというよりは今の熱血回転エビ型みたいな。もう絶対丸め込んでやるみたいな。だってうまさじゃないでしょ今のは。そんで自分もコロコロ丸め込まれやすいんですよね。だから反射神経がいいのがかえってね。いやいや、そう。あー、デンジャラス。これ危なかったですね。すごく。返せ。結構危なかったですよ、今のって。あと頭重いから投げ切れなかったですね。なんか。万歳。これもう。ごめんなさいね、マリちゃん。これは膝を謝ってどうするの。試合中はね、この野郎と思ってるけど今見るとデンジャラスだなと思って。そんな飛んでくる人にね、膝立ててたらね、結構意地は悪いですよね。はっきり言ってね。またここで吉田コールがかかっちゃうと思うね。あの、吉田マリコは応援しやすいタイプなんですよね。応援したくなると。応援したくなる、そう。笑った時の顔もあるけど、泣いた時の顔もあるし。返されない。甘いな、私。まだ早いからです、あの。なんでこんなところジャーマン出したんだろう、私。深くだな。深く？結構こう。やだな。まあ、一応背中向いてたってことで、相手が。今、ヘッドシダースこそ来そうになったけど、やっぱり足が短かった。いいな、それ。絶対そうでしょ。普通ヘッドシザースかなんか来るでしょ、あれ。足が伸びてないもん。これとりあえずあの前のなだれ式のやつがすごい効いてて、効いてて、まあ、とりあえず自分どうにか。あ、ヘッドロックしながら少し回復を待つ。ああ、なるほどね。ちょっと考えてたんですよ。あ、これまずいなと思って動けないよと。後から来ますか、そういうのも。もうやった時にそれ。落とされた時にガーンって来たんですけど、ガーンって来て、あ、しばらく大引くっていうか、しばらくもう、はい、DDT も結構効いたんですけど、あの DDT すごかったもんね。すごかったですね。ああいう技を食らうと体重があると逆にダメージ大きいんでしょうね。そうかもしれない。本当の本当の本当は今何キロなんですか。本当は73キロぐらいだと思うんですけど。本当に73キロ。あ、もっと太く見えます。80キロぐらいあるからね。あ、でも食べないときは71ぐらいなんですけど、あ、はい、ご飯食べちゃうと74ぐらいいっちゃう、だから食べると3キロぐらい。これマリちゃんも肩相当痛いんじゃないですか。よいしょ、これは当たり勝ちって感じね。あ、これはでもお得意じゃない。カッパーナーですね。よし、もうちょっと疲れてなかったらもっと引っ張れるって感じ。そうですね。下の肩が悪いこともあるんじゃないですか。それはまた、伸びきらないから。下も返してきましたね。
これ地味に見えますけど結構きついんですよ。結構いきますか。あ、人間の体反られるってこと自体が呼吸困難になるじゃないですか。で疲れてて息上がってる時に逆エビとかキャメルとかされちゃうと、もらうと、うん、なるほど。だから体力的にはすごい。これさっきのキャメルクラッチなんかね、締めながら吉田なんつって叫んでるんですか。なんですかね。やるーやるーかな。よくもやったなとかね。お返しだお返しだこれお返しだってやるんですよね。このやろうじゃなくてこのやーって終わるんですよ。いやあともう一個、おっと危ねえっていうのもあるんですよ。おっと危ねえ。おっと危ねえ。時代劇じゃないんだから。いやでも言ってくれた方がいいですよ、わかりやすいですし。ムーッとしてやってたら結構つまんないと思いますよ、うん、はい、楽しいですもんね、うん、それでみんな昔から声出せって言われてるんですかね、うん、なかなかこのね、井上京子のドロフキックがすごいというで、目立たないけど井上京子のドロフキックはね、アスカみたいなんですよ、昔。一回背中ロープ当ててから行くでしょう、うん、ああ、ね、なんかいかにもね、食らって重そうっていうかね。なんかアスカみたいな感じなんですよね。女装が長いもんね、うん、普通の人よりね、うん。タイガーマスクのドロップキック見たときに本当すごいなと思ったんで、なんか最近また形崩れてきちゃったんですけど、うん、タイガーでも軽い感じでしょ、うん、あくまでも、うん、でこちらは本当アスカや井上京子のドロップキックでは威力重視っていうかね、破壊力重視っていうなんか、うん、そういう感じがしますね。でも最近吉田の試合はほとんど肩攻められてなんかもうなんかね、満身創痍っていうか、うん、そういうの多いでしょ。でも肩攻めたくなかった逆に、うん、こういうそういうのはないあの試合を見たいなっていうのはあると思うんですね、うん、ファンとしても多分肩攻めちゃったら、うん、もうそれでその試合になっちゃう、流れがね、そういう試合になっちゃうもんね、うん、そういう試合にはしたくなかった、うん、それが結構大きいと思うんですよね。これなんかルチャって感じでしょ。あるさです、あのエルヌドって感じで結び目、ね、娘が、ああ、ほんと。あの、親父と言われるエルシムだったら。あの人が、ええー。いや、でもなんか、異様な形。なんか。なんか、どうなっちゃってるかわかんないですね。この手を引っ張ってるってことですか、うん、中から。これだと持ち上げちゃうっていう。シムは持ち上げるんですね。あ、持ち上げる。うん、こういうの見て、ちっちゃい子のプロレスごっこの真似とかやって、超えるんだよね、とか。やってそう。やりそうじゃないですか。大丸ちゃん張り返してきた。こういう攻防ありますか。横ビンタってやつじゃない、今の右手の形が。井上京子あいしょ、はい、狙ってました。そういえば出てなかったですね、忘れて。狙ってたっていうよりも今あったから飛んだって、はい、うん、これなんか本当合ってる技ですよね。背中が大きいっていうかかわされたらこう来るし、絶対2発来たらかわされるなと思ったね。ね、やっぱね、そんなね、うん、2つも食らわない、みんなね、食らわないですよね。あ、はいや。珍しいけど、これは結構、やる方も痛そうですよ。うん、っていうか、うん、叩き落としたジャーマンって感じね。自分も結構ダメージ。あ、やっぱり肩かな。うわ。もう時間がないから焦ってきちゃってんじゃない、私。あ、じゃあ締め技でも何でもいいやって言って。うん、何分って言いました今、20分。20分でも割とあっという間っていう印象でしょ、うん、そうですね、てか本人も本当に今日はね、自分でやりたいことやって楽しみながらやろうとか思ってたんですけど、でもジャパングランプリっていうのが一応あるじゃないですか、まあ点数ありますしね、で楽しくやりながら勝てたら一番いいんですけど、で20分とか言ったんで、あと10分しかないじゃないと思って、ちょっと勝負に出なきゃっていう焦りが、あの辛い試合の時はまだ10分もあるっていうのもあるけど、もう10分しかないって思えるんだから、うん、まあ割とエンジョイしてた方なんじゃないですか、うん、見せるのはこの辺でいいじゃないかみたいな、もうそろそろ勝負に、あ、なるほどね。そういう面ではジャパングランプリというのを抜きにして見たかったな感じですね、うん、まあまたチャンスあるでしょ、こういう風にシングルでやる ね、うん、そのうち60分一本勝負とかでね、うん、チャンスがあるんじゃないですかね。ああ、ちょっと崩れちゃったけど、でもマリちゃんもきっちり絞ってますよね。うん、あの足首を持ってる、ちゃんと。でまたこの時も息上がってたから結構これも効いたなと、きつかったな。 あ、これは独特の、うん、
腕も毛が曲がれちゃった足元。うん、で前よりも反ってるしね。きついなこれ。うん、一個前の逆指よりももっと反れてるって感じ。逃がして逃がすな逃がしてよ。これもうちょっと絞られてたら危ない。危なかった。危ない。うん、マリちゃんもどうにか両方スキーもの、うん、足やら足やら肘やら足の落とし方もいいし、うん、いろいろ出てきますね、うん、重いな。重そう ね本当に一生懸命上げてるマリちゃん。あれ肩も痛いからきっと肩ちょっと今かばってたね肩を、はい、ええ、そんな感じでした。思い通り上げられないんだろうな普通よりも。結構効いてるのかしら。あ、これがあった。まだ自分のことを応援してどうする。行けって。これはあなたなんです。よいしょ。お。あいや。おし。よく見てたね。これいつもボディアタックのパターンじゃないですか。ええー。側転来たらこれ来るなって思ってたんで。人の試合で側転出ないとなんか物足りない気がしますね。そうですね。なんか、うん、寂しい気がするね。うん、さっき食らったからそうはいかないよね。さあ、いいや、丸の駒返せ返せよ。これって結構フィニッシュになることあるんですよね。ありますよね、この試合で。男なんかよくありますね。うん、やっぱりこんだけなんか攻めのね、攻めたり攻められたりだと、うん、やっぱり最後は回転技かなっていう気がしますね、うん、あ、これは中へのせっかくとボディアだ。返せ。危ない危ない危ない。スルー入っちゃうんじゃないのって感じだけど。何言ってるんですか。立てとか言ってるのかな。なんでしょうね。うん、やろーとか言って。そうは一回そうは一回ってなんですでも、いや、この技、僕吉田麻里子の技の中で一番好きなんですよ。私も好き。万歳してからね、元気よく見えるじゃん。ああ、一番そうやる衝撃なんですね。元気いいって感じがする。本当はもう疲れてんだけどね。お、あ、これまたお見事だったわ。すみません、アクラスのロープと乗っかりましたね。いや、でもこれはお見事でした、うん、でも結構ちょっと失敗するかなっていう、ちょっと心の手で握ってないですか、ロープ。もう立っただけ。どうだろう、片手持ってるんじゃないかな、支えぐらいに多分。おお、これまた素晴らしい。これ初めて見たとき驚きましたもんね。なんだかと、どうやって投げてるんだ、こんなことできるのかなっていう、なんか、なんかあの、あ、足の落とし方が正直もんですよね。なんか。あ、もう25分。もう25分？ほら、結構不器用だもん。あ、またここがいいんでしょうね、マリちゃんの。うん、とっても正直な感じがして。なんだかどうでもいいけど、私やられてばっかりじゃない？ね、狙ってんじゃないですか、なんか大技を。ほら、こういうような。お、ほら、やった。やったぞ。あれ、これはよくやってるんですか、これ。向きを変えるのは。ドロップキックではないですよね、あんまり。あの、コーナーで向きを変えるっていうか。あんまり使ってないです。コーナーで向きを変えて、なんか別のことやったりしないですか。一回だけ、なんだっけ、ボディアタック。ボディアタック。あー、なるほど。確かこの時初めて見たんじゃないかな、今のやつは。僕なんか。何をやろうっつうわけ？エルボーでしょ。だこれやったってば、さっきだから2回やると返されるっていうね。そうはいかないでしょ。あ、これはまずいんだよ。これはいいわ。返せ返せ。カサスケのあれですね、殿下の報告やつですね。これもっとスピードつけてマルちゃん入れたら、すごくいい技ですよ。すごい、で、好き、これ。ああ見えてかなり高度な技でしょ、あれ。もうヘロヘロじゃないよ、私。お、あ、ビガルだ。よくビガルが無投投げる。あ、あります、あのパターン。確かに投げられた後大の字っていうのはすごいですね。まだ早いんじゃないかな。もう一発いけ。お客さんがね、内野からいけって言ってんの。私はもう、あ、なるほどね、前になっちゃった。私は分かんないんだよ。お客さん、内野からいけって。あ、そうはさせない、うん、今のは、そうはさせるかってやつですか。
そう。よく覚えましたね、静倉さん。そうなに？そうはさせるか。本当に下から来るね、ドロップキック。まだドロップキックする体力あるんですもん、すごいですよ。でももう分かんなくなっちゃうし、もう、疲れ関係なくなっちゃってるんでしょ。それでも、元気な。返して。よいしょ。よし、風。よし。自分の応援してます。覚えてます、割と。あ、でもこの辺はもう、どうしたらか分かんないっていうのは。だってまさかこんな長くなると思ってなかったから。よいしょ。一言でね、25分って言ったってずっと25分戦い続けたわけですから。もうスケート場ですよ、マリちゃんの汗で。あ、びしょびしょ。あ、滑るのだけは怖いですよね、やっぱね。怖い。吉田のフィッシャーマンっていうのはどうでしたっけ。あんまり印象ないですけどね、結構なんかやってるような感じなんだね。よいしょ。お、うわー、2分ですか。熱いよこれ。あ、これは空中で回ってましたね、なんか、うん、空中で周りが落ちた。勢いが強すぎて。美しかった。返されちゃうんだよな、もう。まだ粘る。まだジャンチングがある。そうだ。思い出すかもしれないよ、それで。いや。だから回した時思い出したの、あ、ジャイアンツスイングあったと思って。本当に後楽園のお客さん分かってるんですよね。うん、そうそうそう。あれがあるじゃない、これがあるじゃないって次から次へと教えてくれるという。そうそうだね。そう、ジャイアンツスイング行けとかね。そう。あ、そういう意味では結構行った方がいいかもしれないね、うん、ファンも。うん。もっと絞れとかさ。あ、そうそうそう。結構効いてるぞとかさ、おじんちゃんもっと絞ってやるかとかさ。あ、思っちゃう。うん、そういう気持ちになっちゃう。1分だよ、どうすんのよ。じゃあ急いでください。暑いと思ったな、この時は。まさかこの残り2分でトップ来ると思ってなかったから。よいしょ。何やるのかね、今度は。来たな、ワンちゃん、行く。よし、これは相手が寝てるってことはチャンスですよ、うん、あ、これこれ行くかな。あ、もう体力が残ってない。回す。あ、素晴らしい。結構回してますね、でも、うん、行け行け行け、決めろ決めろ、早く。あ、大技大技、早く。もうないや。よい、え、早くもう。よっしゃ、念には念を。ああ、でも素晴らしかった。わずか1秒2秒ね、そのタイミングを間違えた感じですね。いや、惜しい。いや、でもあの、随分みっちりしたね、30分見せていただいたって感じです。そう言っていただくと救われますよ、これが憎らしかったね。あ、これも元気って感じ。ほら、万歳してるもん。でもまあね、今日はしょうがないですね。唯一不満があるとすれば、勝利を拾えなかったと、ね、まあ、今のダダッコに出てますね、それが。お客さん終わって拍手してくれたから。そうですよね、満足してくれた、うん、ある意味ではその方が価値が高いかもしれない。吉田真理子選手2点となりました。試合終わってからがあちこち痛いんだよ。そうでしょうね、試合の時は分かん、全然変わらない。でもこのね、吉田のダメージを見たら、いかに後半激しかったかということが分かりますね。まあ、最初楽しい部分の方がありましたけど、ある意味ではこれは理想的な試合なんじゃないかな。楽しくて激しいという。全然悔しそう。うん、今度ぜひ60分で見てみたいですね。はい、機会があったら。
楽しくやって絶対勝とうと思ったんですけど、はい、自分にまだ激しさが足りなかったから負けちゃったかなみたいな。そうですか。あの自分では何ての出来だと思ってますか。あの吉田とね、はい、ごめん話逸れちゃって、吉田と打ち合わせるのをすごい自分も楽しみにしてたんで、はい、もう本当自分のやりたいことを、ね、やって、それ最後は絶対勝とうと思ったんですけど、その一番最後の一番大切なところがダメだったからもう攻められすぎちゃって。そうですか。不安はですね、もう一回60分でもね見たいと思うんですけども。60分、6分で今度は決めてやりますよ。そうですか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。井上は同期なんですけど、はい、戦っててもう全然パワーもなんか違うのを今日すごい痛感したんで、はい、もっともっと力をつけなきゃいけないなって課題ができました。不安もですね、またこの対決見たいと思ってるんですけども、はい、吉田選手も当然再戦、はい、次は勝ちます。はい、また頑張ってくださいね、はい、ありがとうございました。本日のセミファイナル、ハデジャンプマッチ60分1本勝負を行います。赤コーナー160パンス、長谷川早紀平、同じく全日本タッグチャンピオン145パンス、井上。同じく 3WA ならびに UWA 世界タッグチャンピオン150パンス、山田俊雄。青コーナーラスカチョラスオリエンタルス165パンス、ビターエチフォー。同じく極門島 3WA 世界シングルならびに CMA レベル世界女子チャンピオン240パンス、山田俊雄です。今日はチームリーダーってことで長谷川と井上貴子をぐいぐい引っ張っていきたいと思います。ブルだろうが北斗だろうが切りまくって頑張りたいと思います。井上貴子です。この間の後楽園のお返しを絶対に今日はしたいと思います。頑張ります。長谷川早紀です。と3人で力を合わせて精一杯頑張ります。ブルだろうだ、まあ今日の試合は2対3ってことだけど、うちら2人でも十分だ。三田も上がってきてるから、今日はどんだけやれるか三田も試す意味でガンガンやってやる。三田悦子です。今日はラスカチョーラスオリエンタレスの強さをリングで示します。今日は出られないんですけど、次の機会の時に大暴れします。はい、本日のセミファイナルは当初6人タッグになる予定だったんですね。ブルー中野、三田悦子、北斗晶組対山田、井上貴子、長谷川早紀組になるはずだったんですが、北斗選手が肋骨2本ですか。そうですね、骨折と、それから溝落ちの軟骨不全骨折、でもって今日は試合出場不可能ということで、またこの試合に出られなくてもカードを変えずにハンディキャップでやってやるというのがブル軍団のすごいところですよね。そういうことですね、普通だったらもう一人補充するところなんですけど、まあブルにしてみたらいらないと、まあ、2対3で十分だと、そんなところですね、うん、そういう感じですね。まあ、あのブル様とこうやってねペアを組むチャンスなんですから、三田選手にも今日あたりは非常になんか頑張ってほしいなという気がしますね。北斗の分まで頑張らないと。そうですね、まあ、これはね、井上京子選手は、はい、自分の試合終わったばかりで、これ見てないですね、多分ね。これ面白いですね、なかなか。セコンドついたんで。ブル様のセコンドについてますか。はい、あ、じゃあ試合の終わって控室行ってシャツ着て、はい、また出てきたと、はい、なるほど、大変ですね。いや、中野さんのセコンドですから使わせて。あ、そうですね、いろいろ勉強にもなりますしね。見ました、今のスタート、中野さんが3人ごと、3人、そうそうそう、どんどんみんなかかってきてちぎってを投げ、ちぎってを投げ、さすが中野さんって感じですよね、うん、やっぱりブル様はブル様のプロレスなんだよね、完全に。もう出てくるだけでかっこいいですよね。やっぱりスーパースターなんでしょうね、お客さんがもう分かってますからね、中野さんっていうのをすごい。特にあの今日本のプロレス男子も含めて、あの
番付が割と分からない部分が多いんですよね。ただ前場の場合このブル中野様っていうのは誰が見ても横綱なんですよね。いいですね。分かりやすいんですよね非常に。で中野さん最近こういう細かいことやるんですよ。こういう細かいこと、うん、グラウンドもああバカえげつない三田選手そう出てきたはいいけどブル様の手蹴っちゃいましたね間違ってちょっと合わないところが。そうですね。あの中野さんの行事その場でやられても本当普通の人やられちゃったら死んじゃうじゃないですか ね。その場でね、うん、鍛えてない人やられちゃったら本当に。ああやっぱりあのキャリアのある選手って一つ一つの落とし方も性格、はい、縫い物なんかも変わるんですよ。すごい性格したなこれ。長谷川の泣き顔っぽいプロレスがまたいいんですよね。ベソかきながらやってますからいつも。いけ、はい、勢いが、まあ、まあ一発で倒せないとしてもね。もう二人がかりしかないですねこれは。あれお、なんだ。あ、いや、要するに二人がかりのロメロなんか考えたんじゃないですか。あ、聞くかな、どうだろう。ブル様はどうなんですか、体は柔らかい方ですか。柔らかいから全然喧嘩しないでしょうね。あ、なるほど。やらせないですね、もう 何が来ようと、うん、豪快。みんなカット来るしね。カット来ないと、カット来ないともうあれでおしまいかなという気がします。意外と目立たないんですけど、井上貴子ってすごく受けが強くありません。打たれ強いってこと。あのっていうか技を受けるというのはね、特に頭っていうか頭首に対する技に対して非常に強いというか、うん、あのなだれ式のね、いろいろブレンバスターのバックドロップなどやられて割とケロッとしてるんです。結構ケロッとはしないけど、まあ、ですけど、はい、うん、すごく受けに強いタイプだなって気がするんですよね。あの意外とそば、うん、であのこうやってリングの中であの大きい人の中に入ってみるよりもそば、うん、で歩いてるところなんか見ちゃうと、うん、予想以上に太いのね、あの、うん、足とかももう全部この人首の骨がないんじゃないかと思うぐらいに結構強いですよ本当。よいしょ、これが完成してくるといい技になるよね。ここで出すか。もう中野さんがいるから安心して大技どんどん出してるんじゃないかな、うん、三沢選手もやっぱり自分の技って小出しにしておきたいもん。はい、小出しっていうか、うん、あの5つ大技持ってたとしたら、はい、1個ずつ小出しにするっていうんですか。っていうかここだって思った時には出しちゃいますけど、うん、まだ早いんじゃないかなっていきなり、あ、いきなりはね、うん、思う時はさっき控えるっていうか、うん、言ったようにじっくり攻めといて最後に料理しようみたいな。一番いいタイミングでね。あ、ドリームオルカ対決っていうのは古いですかね。ちょっと古いですかね。覚えてないですよ、ね、もうそんな雰囲気ないですもんね、全然ね。元気ですね山田さん、うん、今日も元気だって感じ。そんなことがあったとは、うん、これこんなに飛ばすときに相手を追い越しちゃうんじゃないかっていう走り方でしょ。そうかもしれない。何なんだろう、そういう噂があるんですけど後から相手が来たら面白いですねこれは。あれだって、うん、でもそれにしても思い切って技かけてくるたちですね、うん、山田選手ね。本当になんか今日も元気だ、プロレスは楽しいって感じで、ね、やられた方はたまんないですよ、うんうん、まあある程度あのプロレスは直線的だからね、よく見てると読めないことはないんですよね、うん、山田選手の技ね、ストレートだ、うん、本当に正直なプロレスだから、うん、ただ破壊力っていうか打撃性だから、うんうん、もらうときついんでしょうね。う、来るの分かってても、うん、だって1ダンス避けれないみたいな、うん、蹴りあんなに来たらやっぱり一発一発避けられないでしょ。あ、でも少しずつやっぱり山田さんとかと対戦していくのにガードとかも考えていかなきゃなっていうふうには。そう、うん、山田選手は今直線的なのがみんなにもう押し通しちゃってるからいいけど、なんか山田選手の裏をかくような戦法を考えられるレスラーが出てくると今度山田選手の方でも変えなきゃいけないから、うん、いつまでもね、うん、そうやってみんなね、一枚一枚向けていくんじゃないの、うん、じゃあ考えてみますよ。考えてくださいひょいとかね、ひょいとか、ね、すかしちゃってください、うん、できるかしら。
そうしたら怒っちゃってあと15発ぐらい蹴るんですよ逆に、うん、そう、絶対その可能性大、うん、あの作戦考えない人だと思いますね、山田選手って。おっといった、あ、いいですよ、今のそばってなんかずっと声出しながらやりますからね、もう。あ、僕ベソ書いてんのかと思ったあ、今日は腰にバンテージっていうのないですね。腰ゴムがない、うん、今日ない。大丈夫な日もあるんですかね。腰はもう治ってきたんじゃないですかね。今度膝、あ、面白い方ですね。今のはカニバサミの逆ってやつでしょ。うん、そうですね。あれ三歩っぽいのね、入り方の。全然手を貸さない中野さんというのはどうですか。あ、気がついたら全然カットにも出ようとしないし、そうですね、頑張れ三田ってとこじゃないですか。っていうのはおそらく三田選手体、体格的にすごく大きかったりするし、足りないのはガッツだけでしょ多分だから一生懸命一人で頑張らせた方がいいと思う。三田さん、なんかロープに長いんですぐ届くんで、その分なんかいいですよね。足も長いしても長いんで、なんかそこでね、やっぱり蹴りを何発もぶち込むぐらいの、あ、ピンタでいいか。ああ、おお、高子もかわしたね。いいじゃない、高子。ああ、さすが、やっぱその上を行く。いいですけど、フォールしながらなんとなく自分のコーナーを見て、今のでいいですか中野さんとかそういったようなそんな風に見えたなるほど、やっぱりまだね、このヒールの動きって自分のものになりきってないでしょ。でも期待大ですよね、悪役としては。おっと、障害、ああ、こういうパターンあんまり見たことないですね。後楽園はフェンスがないんですよね。そうですね。また割と椅子置いてあるところのフロアが滑りやすいんですよね。あ、そうなんですよ。だからなんか椅子が将棋倒して全部倒れてっちゃうっていう感じ。今試合の権利は三田さん、井上貴子のままですね、はい、これレフリーが覚えてなかったら大変ですよね、よくね、うん、まあ場外行ってしまうとほとんど無効になってしまうというそういう場合もあるでしょ感じもしますけど、あ、じゃあ一回、まあ、タッグオフしたんで、まあ、タッチしたのかな、うん、タッチしたから中野さんと、はい、よし、タグ子にも頑張って欲しいな。しかし考えてみると、ブルーとシングルでやれる相手って非常に限られてるでしょ。限られてる、うん、うん、でも僕山田なんかもこの間ブラケンでねやりましたけど、もう結構みんないろいろシングルで当たってってただいい経験になると思うんですけどね、井上貴子にしても長谷川にしても吉田にしてもっていうか、もうその辺のあれを見てみたいなっていう気がしてるんですけど、裏返すでしょ。中野選手もやっぱりブル様はベテランでしょ、だからブル様がまだピークにあるうちに、みんながシングルマッチやるチャンス与えてもらった方がいいと思う。一度胸を借りる必要があるっていうか、怖いですけどね、やるべきだと思うわ、みんながみんな、伊藤香織でも何でもいいんですよなんか好きですね、そういう意味じゃないですけど、いや、いろんな意味で女子プロの財産でしょ、このこういうブル中野選手は。そういうカードは新鮮だと思うんですよね、また。あ、これ結構注目したいですね。昔ね、コラケンでね、獄門を抜けた大きなドラマありましたよね。ありました。それよりこういう場ではあまり絡んでないと思うんで。ありがとう。うわ、やっぱり性格カット、一発として軽い技がないですもんね。うん、別にそれは体重が重いからというだけじゃないです、だけじゃないです。中野さんの技どれとっても全部フィニッシュになるような技ですもんね。やっぱり昔のレスラーつっちゃ失礼かもしれないけど、昔の全日本スタイルで習った人って一個一個が正確、きっちりしてるかもしれない、きっちりしてる、いわゆるじゃがいことに代用されるものなんか、そう、なんか全て正確。うん、今日の三田選手全然悪くないですよ、悪いっていつも悪いわけじゃないですけれども、何もテーマのないし、なんか試合だと思ったんです、カードだと思ったんですけど、ええ、非常に面白いですね、思った以上に。
特に山田、井上、長谷川のトリオっていうのはあんまり必然性はないんですよね。ないですね、でも今注目されてる選手ばっかりだから、うん、それとまあ2対3になったということで、まあ、違うまた見方、面白さが出てきたっていうか、全然ハンディキャップマッチになってないですよ、でもそうですね、そうだね、普通の試合にしか見れない、忘れてた、うん、普通でしょ、割と、うん、おっと三田も使いますか、三田さんのやつも使ってる、今、北斗が投げ込んだのかな、うん、そうですね、あの辺が割となんかでも気がちっちゃいって感じと、ここでヒュー、これもあるか、これがかっこいいんだよな、かっこいいな、あいや、おお、いいフォローだ、山田がいいフォローしましたね、これはどうかな、もう一回もう一回、二人でもどうかな、もっとボコン、あ、こんなことしちゃう、あ、三人がかり、よいしょ、これはすごい、もう三人がかりじゃないと投げられないなんて、よいしょ、おぉ、まさにブルナが大立ち回りたいですね、うん、大活躍、あ、それはフィニッシュですか、お二人に、うわ、ギロチン、あ、これはクリエイティブだった、ワン、ツー、あー、あれ、ブー、相手は3人だからね、これでも決まらない、こっちは1人少ないから、まあ、しょうがないですよね、勝ってこないと、2人同時にギロチンっていう非常に斬新でしたね、あ、でも、今日の見たは本当に頑張ってるなと思いますね、チャンピオンキック、山田君もチャンスですか、持ってかれちゃいましたね、流れが変わっちゃいましたね、あそこまではね、完全にあれだったんだけど、返し、返してくれ、返せ返せ、自分で返せ、やった、うん、今のボレーですか、うん、ちょっと縦の乗り用のボレーがあるね、あのいいわ、本当に形も同じなんだもん、お、チャンスですか、あ、よかった、よかった、よかった、あ、ブルさんも拍手してたもんね、よくやったっていう、うん、投げっぱなし、うわ、あー、これは、おー、あ、頑張った、もうこれだけで十分今日は、三田負けても全然おかしくないっていうか、はい、恥ずかしくないですからね、2対3ですから、しかし頑張ってますね、攻め込まれてるね、そういっか、やった、お返しだ、珍しい、珍しいですね、あと一発ぐらい仕返ししてからタッチするならタッチしてもいいし、うーん、あー、これが結構、結構嫌な技ですよね、はい、うわー、あー、なになに、何が何が何なんだって、おお、思い切ったことしますね、ずいぶんね、山田も、うん、今、え、誰ですか、三田さんと山田さんですかね、うわ、場外でしょ、あ、フリーズ様、決まりかな、これかな、何ですか、あいや、あ、あ、あれ、北斗晶がいました、そういえば北斗ですね、うん、いても立ってもいられなくてね、カットに出てきたっていう、チャンス、あ、これはダメでしょ、カットカット、あ、もうダメだ、間に合わない、あ、力つきましたか、あ、でもすごい、山田ブラボーも珍しいですね、珍しいですね、でまた最近ブリッジ技解禁になったっていうことで、解禁って言いますか、そうなんですか、自分で解禁にしたんでしょうけども、ね、ドラゴンっていうのは、うん、これ見たら全然何ら恥じることないというか、よくやりましたね、いや、非常に良かったですよ、そろそろ2日間ぐらい向けたかなって感じがしますね、うん、悪役大歓迎ですね、本当に、うん、ちょっとなんていうんでしょう、滑った感じですけども、いい試合でしたね、面白かったですね、面白かったです、このフレッシュトリオもなかなか魅力でありましたね、なんかの機会にまたトリオやったら面白いんじゃないですか、はい、
いや、山田さん、ハンディキャップマッチいい試合でしたね。急にハンディキャップマッチになって、はい、前戸惑ったんですけど、全力でやりました、はい、山田さんが引っ張って、ね、コンビネーション最高でしたけども、2人も頑張ってくれたんで、はいはい、江戸選手良かったですね。本当ハンディキャップで、でもいつも2人でかかってってもブル選手にはいつも勝てないから、はい、でもブル選手からホール取ったんじゃなくても、うん、ブル組から取ったっていうことですごい嬉しいです、うん、そうですか。で長谷川選手もね、検討しましたけども、どうでしたか今日の試合は。山田さんと高子さんのおかげです。本日のメインイベント92ジャパングランプリレッドゾーン公式戦30分一本勝負を行います。青コーナージャングルチャンピオン230パウンスアジャーコンクル、赤コーナー CWA ならびに UWA 世界タッグ IWA 世界女子チャンピオン150パウンス豊田まなみ。豊田まなみです。ジャパングランプリに優勝するためには今日のアジアコングとの対戦は重要な試合なんで、私は今三冠王と気分的にも乗ってるんで、スピードで攪乱して最後はバッチリ決めたいと思います。アジアコングだ。このジャパングランプリバイソンが怪我で出場できなくなった分、このアジア様が大暴れしてやるからな。トヨタよく覚えとけよ。お前なベルト3つも持ってるからって調子乗ってんじゃねえぞ。それから山田、井上京子よく聞け。お前らもな調子乗ってるとな、後で痛い目見るからな、よく覚えとけよ。絶対このジャパングランプリ優勝はアジャ様以外にありえないからな。お前らみんなまとめてぶっ潰してやる。さあ本日のメインイベントはジャパングランプリレッドゾーンアジャコング対豊田真奈美の一戦ということになりましたが、宍倉さん、はい、あ、この両者のシングルマッチというのは、まああるんですけど、ええ、なんかこれがシングルなメインイベントっていうのは非常に感慨深いものがありますね。そうですね、これだけのメインというのは、え、私もそう思います、うん、そこまで来たというか、うん、ブル様がね、6人タッグ、はい、ハンディキャップでしたけれども、あの試合でもってセミでしたしね。だからすごくジャパングラップの中でこのカードがいかに注目されているかというか、大一番というか、そういうものを感じさせますよね。飛ばしてますね、序盤戦から飛ばすっていうか、まあ、気前よくいろんなことやりますよ ね、トヨタは。まあ、本人としては、うわ、これで怪我しない、なんか今のなんかこれで怪我しないんですからね。トンボ切ってからなんかキックで落ちてきたって感じでしょ。トヨタは本当不思議なレッスンですね。しかし飛ばしてますね、本当に。そうですね、まあ、本人としては飛ばしてるつもりじゃなくて、これが当たり前なのかもしれないですけどね。そうでしょう、トヨタってそういう選手でしょ、うん、トヨタのペースからしたら。前にコラケンで30分ドローンの時あったんですよね。なるほど、はい、まあ、今日はぜひ決着を見たいものなんですが、え、あ、やりかねない、アジャなら、あ危ない。でもなんかアジャならやりかねないって感じ、外に人を投げちゃうとかね。うわひどい話よ、考えてみたらお尻から落っこってくるんだね、アジャコンが。あの体重で、すごいよね。はい、下マットないから硬いからさ。そうですよね、防ぎようがないでしょう。あーすごい、すごい。また場外のなんていうんですか、場外の使い方が気前がいいっていうか、ずいぶん広く使いますよね、同じ場外乱闘でも。でもなんか本当に初めにやったトヨタさんの攻撃が全部これで台無しになった、長期使いね、流れが全然変わっちゃうから、大変。そうですね。うわーもう来た、なんかもう来たし、仕切り仕切り。あれですよ、井上京子が飛んだやつは、あの上に乗っかって飛んだんですよ。あそこに足、あそこで踏み切ったわけね、リングサイドと上との仕切りですね。おお、今度は追いかけてくれてますね、まさか。うわ、あ、じゃあもうやりたい放題というか。あ、これ場外カウントアウトないんですよね。そうですね、だからかなりもう気前よくどこでもやってやれっていう。なんか今あそこに座ってたファンの人がなんか行儀よく座ってて怖がってたっていうのがなんかおかしかったですね。
あ、アジャーって声聞こえてますけれども。どうやって攻め込むんでしょうね。難しいですよね。まあ、トヨタ選手としては手数でしょう。やっぱり飛び技でも何でも。あのスタートが全て物語ってますよね。そうでしたね。こういう風に行こうっていう意気込みが。やっぱ首都さん倒すにはそういうのしかないですもんね。手数ね、ええ、いつもまた思うんですけどね、あんだけの飛び技をやる割に、大きな膝当てをしてないんですよね、トヨタ選手。今日は片っ端だけしてますけど、いつもは水着だけっていう感じですよね。あ、まさしく周りをくるくる回るって感じですね。これは正面から行っちゃったら、まあ、いわゆる格乱しかないでしょうね。そうですね。ラジャとしてはトヨタは何をやってるかわからないという怖さはあるって言うんですね。なるほど、だそれにもうあれしてると付き合ってるとすごいダメージを負ってしまうというかスタミナをなくしてしまうっていうんで、それを気をつけるんだよね。本当返し技とかはトヨタさんもタイミングがもうすごい上手いから、あれって前に丸め込まれちゃったり、ありとあるし、そうどっからでもホールに来ますよね。あとそれだけじゃないし、トヨタさんは大技も持ってる。大技スープレックス系、またブリッジ系の技が素晴らしいですよね、はい、どれだけ首都さんに通用するかみたいな。しかしアダモ選手でも、はい、シングルでメインを取ったっていうのはあんまりないんじゃないですか。ないですね。ブルドの挑戦、あ、大宮での、はい、あれ以外にそんなに甘いのかな。まだそんな、あ、そんな全然そういう、結構シングルでメインを取るというのはなかなか、そうですね、そういう面ではね非常に大きいっていうか、早くそういう選手になりたいですけどね。やっぱこの辺アジャトヨタというのが現在のなんかこの前場のメインイベントっていう気がしますけどね、見てると。まだ私は顔じゃないなみたいな。早く。でもさっきの吉田戦はあれは一つの形でしたから、ですら続けていく限り、ああいうね、やっぱり試合は続くわけでしょ。そうです ね, ねやっていきたいです。あ、それから、忘れならないのはアジャがかなり腰を痛めてるんですよね、だ先ほど結構場外とかに走ったのもそういう点をカバーっていうか分からなくするためもあるんじゃないですかね。スタートでプランチャー食らってますしね、結構効いてるかもしれない、ね、なるべく自分のペースを持っていかないと、その点が不安というか、まあ、爆弾みたいになってますから、そういうペース配分もあると思うんですよね。何気ない技ですけど、こんな太い足で締められてみたら死んじゃいますよ、普通の人。そういうもんですかね、やっぱり。何気ない技。トヨタさんって打たれ強いですよね。やっぱりスルメなんですよ、この人。スルメですか。なんか折れないでしょ、なんか。スルメって何ですか。逆エビやろうが何しようがね、逆エビは大丈夫って感じがするんですよね。でもだから逆に、逆エビこだわって受けたいっていうのもあるんですよ。ああ、この選手に対して。ああ、なるほど。一回ギブアップ取ったことあるんですよ、トヨタさんから。あ、前方回転のノメロで。だから、あー、なるほど。だからもう逆にトヨタさんと当たると意地でやっちゃうんですか、やっちゃうっていうのも。ここは、どういうあれでしょう、石川さん。まあ、とりあえず締め技でスタミナを奪うという感じですか、アジャとしては。そうですね、これ似合いますね。出たな。なんかアジャのエルボーって橋本のエルボーさせますよね。そう、重い人が落ちてくるって感じ。お、この切り返しはいいですよ。なんかやっぱりトヨタ選手って目には目をの性格なんだと思う。後ろから締められたでしょ、しばらく。だから今度は自分もって、なんか常に目に目を歯には歯をということを頭に、あ、
ハニーはハオでしたね。ハニーはハオ。本当ね。そんなのまあまあ。でもフェイスロックとかああいうのでも千歳さん腕太いじゃないですか、だからあれは息が苦しいっていうのあるんですけど、豊田さんの場合締めるって何、細いじゃないですか、だから骨が、骨が来る、逆にあリスト、はい、あなるほど、顔面締めみたいな方が、あなるほどね、きついんです、地味な技ですけど、結構痛いんですよね。そう、あの割と見てる方に痛みの伝わってこないたちの技ではあるんですよね、うんうんうん、おお、コーナー使って。しかしアジアと対戦している姿を見ると、トヨタのスタイルの良さってのはまた際立ちますね。際立つというか、なんかすごくなスタイルになっていく感じがするんですよね。でも割とモモとかはね、やっぱ一般の人から比べると随分太いんですけども、本当にアジア選手とリングの中にいると。細いようなものに見えてきますね。ものすごくなんかかっこいいっていうか、スタイルがいいっていうか、でもなんか首藤さんじっくり攻めてますね。じっくりですね、随分あの、じっくりめですね、確かに。やっぱりいつものようには暴れられないっていう、そうかもしれないですね、あるんでしょうね。またスピードなりなんなりロープを使った攻撃でいくと、ねえ、やっぱりトヨタ選手のスピードの方が勝ってくるでしょ、確かに。てか本当不思議なんですけど、トヨタさんもうここまでもう攻めて攻めて、はいはい、もう腰とかももう思いっきり絞って、もうこれで動けないだろうと思って、でフィニッシュに持っていこうと思って相手を起こすじゃないですか、あ自分がトヨタさんのことを起こすじゃないですか。そうするともうこれだけ攻めたのになんでっていう思うんですけど、いつも必ずドロップ結構お返し来ちゃうから、あこんなに攻めてるのにどうして、どこにそんな力が残ってたのぐらいに、どっからでもドロップキック打ってくるから、もうそれが怖いですよね。なるほど、実感って感じしますね。まさに、ここまで攻めればもう平気だろうと思ったら、もうすごい回復力も早いっていうか、お、今のはちょっとねまだあのタイミングが不十分だったですよね。お、お、相手ですか？出たこれが出てしまっては、やっぱり今のだったらアジャさんの方がね、あ、出た、これですね、出ましたね、数えてみましょう、1、3でしょう、3、はい、元気だな、4、あ、今日は結構そうですね、まだあっさりした方ですね、でも6発でしょ、ね、あれだけやっぱグラウンドで攻められてたら、ちょっとそこまで元気になれないか、打点が高い、あやっぱり続きますね、地方のコーナー使いたがりますから、結構効いてますね、これまで早いかな、全然早いでしょ、ドロップキック確かに素晴らしいんですけど、アジャコングからフォールを奪うにはね、ちょっとまだ難しい、まだ難しいでしょうね、ま、あのそれをいつやるかってことですけどね。しかしトヨタは本当に先ほどまですごく攻められていたというのを全く感じさせないんですね、全く忘れさせてくれるんですよね、これが一番すごいというか、全然そのダメージ感じさせないんですよね、あれは何だったんだろうと思いますね、このルールは首都さんにとっては有利ですよ ね、 すよね、だってそうだったらなんかあの気が向いたら場外へ釣り出してって感じでしょ、あいや、あ上からて、うわ、あなんちゅうこと、すごいアングルですねこれまた、お客さんも大変ですね、大変です、ゆっくり見てられない、
みんなが髪の毛をつかまれちゃいますね。あんなにあのサラサラの髪の毛ですから。うわ、このとこまで行きましたか。何これ入り口の方なんですよね。相手の方ですよね、入り口の。うわ、どこまで行くんでしょう。お客さんには見えない。まさにこれお客さんの見えない世界ですね。すごい。そして中に入ってくる。カメラがしっかり追ってくれて、あ、やっとこれで見えるようになりました。あ、今なんか、あ、後楽園ホールってこうなってんだとかね、思うんじゃないかなと思いますね。ここ入ってくと上に上がるとバルコニーなんですよね。あ、そうなんだ。え、ひょっとしたら行くんですか、これ。この階段登ってバルコニーなんですよ。何ここ、知らない。常連の子たちが座ってる、あ、よく上がって、いわゆるバルコニー、新聞とかと新聞で撮っとくところ、いるじゃない、いるじゃない。そう、ここから落とそうっつの。ちょっと待ってくださいよ。やめてやめて、ちょっと怖いな。これは危ないですよ。ここからダイブしたですら、もういなくはないんですけどね。一人、松永光弘、やりました。あ、そうだ、それはそうですね。そばにファンの子いますよね、みんな。おー、なんだか。あ、下のお客さんにはもう全く見えないって、ぐったり来てますね、トヨタ選手。しかし、私はっきり言いますけど、トヨタだったら飛び降りるんじゃないかと思うんですけど、やれるんじゃないかなっていう期待もあるんですけどね。なぜ猫ですから、そうですね。いつも言いますけど、まあ今日のところはダメージは大きかったんで、まあ、そうですね、命拾いというところでしょうけど。あ、15分かかってますか。無理だな、これトヨタはなかなかの戻ってこなかったんで、飛び降りること結構期待したファンも多かったみたいですね。あ、でもダメージ多そう、大きそうですね。ちょっとひどいです、これはちょっととてもそういうことができる状態じゃないですね。本当にコラケンの構造が分かりますね。そうそうそう、ああこうなってんだなんつってね、あ、なんか自分がリングに歩いていくような作戦そういう感じね。あ、なんか今なんかね、いいですね、ああいうの。カメラさんに拍手ということ。本当になんか今カメラさんいつもありがとうございます。リングまで歩いていくってこんな感じかなっていう。さあ試合再開ですね。どうする、本当に再開って感じですね。あ、私これきついな。お、あ、これスタイナー兄弟だ、絶対ズドン。途中に足当たった日にはもう、あ、折れちゃうかもしれないじゃない。それのは怖かったですね。そう、じゃあ足開いとかなって一緒に、経験者が語るですよ。足の甲なんか打ったら痛いで済まないでしょ。もう痛いんや、もう死んでしまう。涙出ちゃう。私は、うん、今のは汗で滑ったって感じですね、やっぱり両者とも20分近く戦ってますから、吉田の汗がまだ残ってるそうかもしれない。あれもだ、アジャコングもためがいいですね。態度、いいな、ためだね、今ただぶってもよかったんだけど、そう、あの3発目か4発目で角が尖っちゃう時あるでしょ。あれで殴られたらひどいと思います。これで数々のレスラー、あ、でこの新しいのこれがまたどっと、あれで殴られた人いますか、やっぱり。あれで数々のレスラーが頭から血を流して、うわっと、お、返した。すごいな、下さんの頭はどうなってるんだ。あー、久々に、あ、なんだ、さすがクレイジーファイターになってる。投げた、うん、タイミングで投げ切った感じね、今のは持ち上げるというよりは。あ、もうちょい行くか。あ、綺麗綺麗、やっぱりブリッジ技は素晴らしいですね。これも不思議なんですよね、なぜトヨタの味を投げられるかという。やっぱタイミングもんじゃないですか。あー、だって文句なくちゃんと綺麗に上がってますよ。これ下手したら自分の顔潰れて、あ、おけがしますよね。おけがするとこですよ、普通だったら。よっぽど腰の力強いんですね。おー、うん、
これも決まった。あーこれも決まんなきゃ。あーちょっと焦りますよね、これが決まんないとなると。ズドッ。いや膝じゃなくて足で今度は下から蹴り上げたって感じ。膝じゃなく何があるのかな。そうはいくか。ズドあよく見てたーといったも今のベーダーパターンですね。そうですね。その流れ式のあー逆にパワースラムいけそうだったんだけどね。そうですね、パワースラム狙いですね。元気だなあ。やっぱりよし。これは決めよし、うん。あ、じゃあっていろんなレスラーになりますね。ベーダーになったり、ビガロになったり、橋本になったり。でもまあ、全部思い出すらですよ。ね、あ、さて。なんだ。なに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 。珍しいな、なんだろう。え、うわー、これは。おー、すごい。うん、やっぱりあの、よくお互いのね、技を知ってるから、裏の掛け合いになってきてますね。さすが三冠チャンピオンって感じですよね。あ、うん、あ、そうだ。これが、あ、そういえばこれを見てなかった今日は。あ、おいた。いけますか。いやいや回転がちっちゃい。回ってるけど、いつもの4分の1ぐらいの大きさですね、回あの円が。なんだ。おっと、うん、あでも分かったんだけど、あ着地を失敗したって感じですね。あ結構20分戦ってますか。長丁場になってましたね、これ食らったらまずい。まずい。あーうわまずい。これは必殺技ですよ。どう考えても返せるか。おー返した。すごい、それをブリッジで返してる。これは必殺技ですよ、はっきり言って。これは仕上げだって感じですね、はい、あのいわゆる何でしたっけ、なだれ式の水車落とし。ああ、あります、あります。これですね。もう最近まずいな、これ一緒に。あっ、返した返した返した。ありゃあ、決まった。あー入りましたよ。入りましたね。入った、うん、なんと回転指固めなんですけども、アジア選手の打ち方もなんかバックドロップ食らったぐらいの落差で落ちたでしょ、うん、でちゃんと固めてましたもんね、最後まで。ああそうかそうか、頭を打ったんですよね、あーこういう風になると思わなかった。こういうパターンだったか。感動の勝利って感じですね。すごい。そうですね、すごいな。そうしますと今回のジャパングランプリ、いよいよ豊田選手全勝で突っ走るっていう感じですか。そうですね、この大一番に勝ったというのは大きいですね、これを乗り切ったというのが、各ブルーゾーン、レッドゾーンの各1第1位と第2位が、そうです、あのもう一度準決勝をやって各ブロック優勝者が決勝戦に進むということですね、ま、ですから点数によってはこのカードがもう1回実現するという可能性もありますので。そうですね、はい、今日1日あの全試合お付き合い願いました井上選手、面白いですね。最後は見入ってしまったという全日本女子って面白いなと思って自分で言って、はい、そうですね、ジャパングランプリもまだ残ってますから頑張ります、はい、そうですね、はい、じゃあ宍倉さん、私はもういつになく楽しくやりました、井上京子先生おかげだと思います。そうですね、まあね、そんなことですね。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズジャパングランプリ92爆風ホットポイント 7.5 後楽園ホール大会の模様をお伝えしてまいりました。アジャコング破りましたね、ついに。もう嬉しいです、すごい嬉しい。前半ですね、もう場外でね、椅子、そしてバルコニーまで上がって、かなりラフサッポで苦しめられましたけども。
でもとにかく勝ってほしいです。はい、勝ってたから何も言うことない。これで一躍レッドゾーン優勝に向かって一歩も二歩も進みましたけども、もう今日勝ったんで、はい、あとはもう今日ですごい自信ついたんで、はい、もう絶対優勝狙います。はい、頑張ってください。これからも